このシン・ゴジラの庵野秀明総監督の現場の鳥が明るみに出たと、もう現場のイライラムカムカは頂点に達したという庵野さんはすごくすごい熱心な人で頑張ろうとしてるんだから、いつかいいことあるよいつかいいことあるよってすごいよねもう全員言ってるのはこれは庵野秀明の映画だっていうふうなことで、まず最初はよいしょ、いやーシンゴジラですよこれね。9800円だったかな定価だから、税込みで1万600円ぐらいするんだけども、箱開けるとまあめちゃくちゃ分厚い本が出てくるわけよ。箱開けるとね、中からこういうのが出てきて、まあね、1万円の商品のくせにこんなあのなんだろう、通販カタログパンフレットみたいなのがついてきて、でこっから布張りの箱が出てきて、まあまあまあ、あのシンゴジラの台本が噂通りでかいよね、電話帳ぐらいあるって噂聞いたんだけども、そこまでじゃなかった。台本が出てきて、でもこれもまあ黒に統一して分かるよやりたいこと、はいはいはい、でポスターがついてて、こうポスターをいちいち紹介したんだ俺、 こんなポスターどうでもいいと考えてるからなんだけどさ、肝心の本ね、あのね、俺あの最初はこれいまいち、いやなんかね高すぎると思ってたしね、あんまりこういう商売好きじゃないからどうかなと思ってたわけよ。正直言ってあんまり進めるつもりなかったんだよ。っていうのはもうね、プロットとか企画書とかそういうふうなものまで全部入ってんだ。それはいいんだけどさ、そういうものまで全ていい紙に刷っちゃってんだよね。だからもう凶器に使うぐらいめちゃくちゃ重くて、で紙が分厚いもんだからさ、すごい重いんだよ。でこういう竹谷さんが作った原型とかさ、こういうページはいいよ、こういうページはいいんだけどさ、この本の大部分ってインタビューとかさ、こういう文字資料なんだよ。でこういうのは薄い紙にして軽くしてくれりゃいいのに、こんな作りにしちゃったから重たくて高くなってんだよね。でこれはもう作り手のエゴ以外の何もんでもねえよ、だからまあ高いよなっていう話をするつもりだったんだけども、問答無用でいいページがいっぱいあるんだよ例えばこの樋口真嗣のインタビューね。で樋口真嗣のインタビューはほとんど悲鳴上げてるみたいなインタビューでさ光ってるな大丈夫かな、悲鳴上げてるみたいなインタビューで、俺がこんなにあのいろいろ準備してたのに庵野さんが全て破壊しちゃったよとか、最初庵野さんはなんだろうな、脚本と編集だけするつもりって言ったけど、現場にどんどん来て俺が決めたことをどんどん変えてるよ、どうしてくれるんだとか、わざわざ腰から上のロボットも庵野さんが使うって言ったから作ったし、おまけになんか俺は最初から、ゴジラの最初ゴジラの監督 でその時からロボットのゴジラっていうのを出そうと思ってて、いいですよねって言ってて、途中段階延々庵野さんに写真送ってたんだけども、いざ納品されてから使わないっていうのはいくらなんでもひどいんじゃないのとか、そういう泣き言が延々書いてて、まあめっちゃいいわけだよ。その中でもね、素晴らしいのが、これちょっとしばらく固定するからアップにしてくれるかな、樋口真嗣がこっからここ、上関係ないよ、こっからここね、樋口真嗣は本当にね、映像イメージがすごいんだよ。ゴジラの火炎放射のイメージ、まず下に向けて熱火炎を放つ、熱で地盤が溶けていく、そうするとドロドロに溶けた地盤が熱炎によって押し流されていく、向こうにダーッと地面が溶けて流されていく、それによって基礎が緩んだビルは次々に沈み込んでいくと、で後ろに流されていく、でさらにゴジラが火を吐くとドロドロに溶けた地盤が火炎に熱炎によって押し流されていく、基盤が緩んだビルは次々に傾き沈み流されていくということで、将棋倒しになっていくというイメージが語られてるんだ。すごいじゃんこれね。あのなんだろうな、ゴジラは火を吹くって言ったらみんなが思いつくイメージというか、これまでの映画クリエイターが思いついてたイメージってのは、街が炎に燃えるとかさ、あとは巨神兵東京に現るでやってたみたいな熱戦が行っててビルが破壊されるとか切断されるとか溶ける止まりだったんだけども、樋口真嗣がやろうとしてたのはゴジラが、今回のゴジラは延々下向いてるんだよね、人間を見下ろしに下向いてるんだ。じゃああのポーズ撮ってんだから、せっかくだからゴジラが下向いて火炎を吹いたらどんなことが物理的に起こり得るのか、それを最もかっこいい形で見せようとするんだ。でこのねイラスト1枚でもう俺、あこれは1万円の元取ったわと思ったんだけどもまあさっきの悲鳴みたいなのも良かったんだけどさ、そっから先はインタビューがやっぱりね読み応えあるんだよ、超面白いんだよね。特にあの
庵野秀明のインタビューになってからはインタビュアーの何だろう氷川さんの力もあってさ、もう本当にまあ前々から語るやつだったんだけどめちゃくちゃ面白いんだよね。今回は感情ドラマがないっていうのに関してゴジラの映画を関わるこれまでの東宝の偉い人にしてもそうなんだけど、映画界の人全てが怪獣が出てくるんだけどもちゃんとした映画でもあるから感情的なコンフリクトというふうに言われる、例えば邪魔する人とか主人公の家族のしがらみとかそういうふうなものもいろいろ書いていこうという流れがあったんだけど、庵野秀明がもうそういうのはいらないと言って全部こう潰していったというのを書かれていてですね、自分自身は日本沈没とか八甲田山とかそういう映画が好きだから巨大な災害に対して人の感情が動く、例えば日本沈没だったら日本沈没がする、そうすると田所博士はどうするのかっていうと、田所博士日本が沈没してみんなが逃げるのは当たり前なんだけど逃げるだけじゃなくて日本と一緒に死んでいく人間もいてはいいんじゃないのかみたいな、こう感情論みたいなのが出てくるんだけども、庵野君はいや俺もそういう映画すごい好きなんだけど今回はもう一切それなしで全て段取りで人間が最も理性的に行動してベストの行動をとっても上がらえない大災害っていうのを書いてみたいって、このコンセプトこうずっと貫かれてるんだよね。面白いのがね、今月号のね映画批評を見たらベスト&東宝10っていうふうなことでいろんな映画上がってるんだけどさ、冒頭の一番最初の記事が町山さんと柳下さんのファビュラスバーガーボーイズの批評ベスト10めった切りっていうふうなことで、このシンゴジラのアートオブシンゴジラが取り上げられてるんだよね。アートオブシンゴジラを読んだんだけど、これを読むと庵野秀明総監督の現場の鳥が明るみに出たと。とにかく映像の絵コンテっていう言われるですね、プリビズっていうんだ。プリビズっていうのは何かっていうと、これから撮る映画を一度簡単な画面で例えば役者さんにやらせたり CG で作ったりするそういう映像の絵コンテのことをプリビズっていうんだけども、もう庵野秀明はとりあえずプリビズ通りの映像でないと許さないと言って樋口真嗣監督のプランっていうのを全て潰していったというふうに書かれるんだよね。もうこれもねポストファクト主義なんだよ。映画秘宝の発行部数とアートオブシンゴジラの発行部数ってあまりに違うじゃん。片一方はこれはなんかもうあれなんだよね、1000円の本なんだよ、こっちは1万円の本だよね。普通の映画ファンというか大体こういう怪獣映画とか好きな人はこっちは読むんだけどこっちは読めないんだよね、高いから。なのでついつい町山さんと柳下さんがこんなこと書いてあったよと言ったらみんなそれを本気にするしかないわけだよでもこっちのアートオブシンゴジラをよくよく読んでみたら樋口真嗣はそういうなんだろう似たような愚痴は言ってるんだけども、後であんのがいやそういうわけではないと、全部プリビズ通りっていうふうにしたんではなくてプリビズでまず自分自身の完成度を上げていって、その中ででもここプリビズでこういうふうに作ったんだけど本番でこう変えたいなと思ってるものもあって、それを樋口のしんちゃんとかと打ち合わせしたんだけども、もうこうなってくると言葉が追いつかなくなってくるとっていうのが出てくるので、まあなんかねポストファクト主義の時代では投資金額によって得れるファクトが違うっていう1000円しか払わなかったらいや町山さんと柳下さんの悪口合戦を聞いてああなるほど庵野秀明ひでえなって感想を持ってしまって、1万円払える人間はそっから先本当はどんなことがあったのかっていう風になってくると、500円払う人っていうか違うな、今無料放送無料で見てる人は俺が1万円の方を見てこんなこと書いてるよっていうのをもう信用するしかないわけじゃん。これもポストファクト主義の特徴でもあるんだよな。じゃあポストファクト主義に陥らなかったらどうすりゃいいのかって言ったら、それぞれが全員1万円買って払って俺が読んだこのかなり辛い面白い本なんだよ。でもこれを読むのに本当に10時間以上かかるんだけど1万円と10時間を投資して読んだ末に、ああ岡田斗司夫が言ってることは本当だとかさ、あ岡田斗司夫町山さんみたいにネグレクトしてるじゃねえかっていう、こういうふうなことやんなきゃいけないから大変だよなと思うよ。まあサンダーバードとかそういうのが好きな庵野くんとしては、人間の愚かさによって事態がどんどん悪くなっていくっていうのはもう散々やられて、もうそういうのどうでもいいからベストを尽くしてもう勝てない怪獣っていう風なものを出そうとしたっていうのが、まあやろうとした。でもそれに対して偉い人っていうのはそれはちょっと保険が打てないと、これまでのゴジラ映画でも当然やってきたことっていうのはやりたい、他のページで書いてるんだけどさ、例えばゴジラ映画にこれまで貢献してくれた役者さん、出演してくれた役者さんが
毎回ねゴジラ映画ってそういう人を、まあ、早くというかちょっとした役で出してあげたりするわけだ。それが日本映画の伝統であり日本社会みたいなもんなんだけど、だからみんなも今回シン・ゴジラっていうふうなことで昔ゴジラ映画に出てた役者さんたちが山のように今回もって言ってくるわけだ。でプロデューサーとしてはもちろんですよみたいな感じでやってんだけども、庵野秀明が全部使いませんっていうようなことを言ってくるわけだから、また大揉めに揉めるっていうのもこれの端っこの方にちょっと書いてあったりしてすげえ面白いわけだよな。いや本当にねすごいよこの本は。現場主義と正反対のプリビズ構成というので樋口真嗣の書いてるやつで、プリビズっていうさっき言ったあらかじめ撮ってる、例えば特撮シーンというのは全て庵野くんが持ってるゴジラのフィギュアとか自分で作ったあの一丸式戦車のプラモデルとかを作ってもう大体イメージが決まってると。でそれで構図も決まってるから本ちゃんの絵も役者さんも全てそれに合わせてくれっていうような話で進んでて、ちょっとでもそれと違ってたら、例えば現場の人でこれこの中でもさ助監督さんとかカメラが言ってたんだけども、現場でカメラを覗いてみたら絶対こっちの方がいいなっていう構図があって、それでカメラの位置を5センチ動かしたら庵野秀明が来てさっきと違いますね元に戻してくださいって言うと、でもう現場のイライラムカムカ頂点に達したっていうのが書いてあって、これで死者見た時に本当に面白かったから全員良かったって思ったけど、これでダメだったらどうなってたことか。なんせ樋口真嗣が映画を作ってる時にみんなをまあまあまあ庵野さんはすごくすごい熱心な人で頑張ろうとしてるんだからっていうことでなだめてる時の合言葉がいつかいいことあるよっていういつかいいことあるよってすごいよね面白すぎるんだよ本当に。それをやってるね、そうやってみんなをなだめてる樋口真嗣っていうのも、まあ構図的に言えば天才庵野秀明と人間性豊かな樋口真嗣っていう風になっちゃうんだけどもさ、そうじゃないんだよね。樋口真嗣も別の天才で、さっき言った放射能火炎で地盤が溶けていくイメージっていうのは明らかに庵野秀明以上なんだよ。ただ庵野秀明が目指しているものが今回は樋口真嗣が出すかっこいい絵面ではない、そうではなくてとことんリアルな信じれるものにしたいと。っていうのは庵野秀明はこれまで自分自身の子供の頃から思ってた仮面ライダーとかウルトラマンとかが子供っぽいものっていう、この世界全体を相手に戦ってんだよ。その日本対ゴジラ、虚構対現実っていうのは庵野の個人内戦闘でもあって、世界中の人、日本中の人が思っているでもゴジラなんて存在しないとか、いやなんか大河ドラマとかさ刑事ドラマとかは交渉であって怪獣映画とか特撮ものっていうのは過当であるという、こういうなんか僕らの中にあるもの自体に対抗したい、そのためには樋口の真嗣がまたかっこいいゴジラの火の入り方考えてくれた、でも今回それは使えないんだ、そうじゃなくてリアルの力、リアリティの力でゴジラ映画っていうのを下に見てるやつだからこそ人間的なドラマを入れなきゃいけないなって思ってるやつらに対抗したいと。だってこれがさ 9.11 を描く映画とか、あとなんだろうな日本の大震災とかそういうものを描くやつだったら中に変な人間ドラマとか恋愛なんかを入れようとせずに、みんな現実っていうのはこうなんだというふうにドーンと映画作るだろうと、このレベルでドーンと行きたいのに何をこま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 保険取るような形で普通のドラマやりたがるんだ、なんでそこで現場の力っていうふうなものを信じなきゃいけねえんだっていうような理屈というのかな、この論理と感情の戦いなんだよな。なのでもう本当にねそういうふうなものを読み取るつもりになったら行間から見えてくるものが熱いよ、本当に熱い。よくその映画は誰のものかっていうような話も出てくるんだけどさ、今回に関してはとことんもう全員言ってるのはこれは庵野秀明の映画だっていうふうなことで個人作品としてすごい素晴らしいってことを言ってるんだけどさ、あとはねなんかねまあ、本人もプリビズにこだわるつもりがなくて現場でとにかく絵をいっぱい撮ったと。プリビズ通りにやってくれだったらカメラは1箇所で済むはずだ、でもそうじゃなくてカメラを4班用意してそこら中から撮って、でおまけに自分でも iPhone で撮って、とりあえず撮れる限りの素材を撮って編集の段階で一番いい絵面っていうのを撮っていた。それは何でかというと日本映画の魅力自体が、これは僕は何ヶ月も前に言ったことなんだけども、役者さんの顔の
東洋人なんだけどもものすごいバリエーションがある豊富さと、あとはアニメーションで培ったレイアウトだけでどこまで見せれるのかっていう緊張感の作り方っていうふうに、もう庵野秀明は早いうちからこう決めてるんだよね。なのでプリビジで撮った構図っていうのにこだわらずに現場で撮ってくる絵っていうのを見てやるんだけどさ、ただその庵野くんが言ってる現場でいろいろ撮ってくる素材を編集しながらベストで見て決めれるっていうのは、映画を半分以上撮ってからやっと確信を持ってつかめた手法なんだよ、ね、なので映画の前半を撮っている、いわゆるクランクインしてから1ヶ月ぐらいの間は本当にそれでいい映画ちゃんとたくさん撮れるのかどうか分かんないから、ちょっとでも違ったらプリビジ通りプリビジ通りプリビジ通りっていう風に意地悪に言い返して、現場のもう空気最悪の状態だったっていうのはもう本人も認めてるんだよ。なのでなんかね、誰がどう言ったかっていうのではなくて、もうすでにこの本の中でもいろんな人が違うことを言ってるんで、どの意見を自分の中で真田丸を見て、あ、俺の考える戦国時代っていうのはこれでいいやってあるじゃん、みんなも心の中でもうこの俳優がやる織田信長でいいみたいなものと同じように、本を読んだらファクトはいっぱい出てくるし、それはまあオピニオンなんだけどね、みんなが思い出して言ってるわけだから絶対自分を美化してる場合もあるし覚え違いもあるだろうからさ、なので全てこれオピニオンにしかないんだよ。でオピニオンを縫っていって、オピニオンを縫っていったらファクトは作れないわけだ。そうじゃなくてもう自分のストーリーとして編み上げるしかないんだよな。だからそこら辺がこの本ね、めちゃくちゃ面白かったよ。あとね、なんでミニチュアを作らなかったのか使わなかったのか、特撮博物館で散々ミニチュアワーク特撮って言ってんだけど、肝心のゴジラ CG じゃないかと。ほとんどのシーンが特撮シーンが CG で作られていて、ミニチュアのシーンが ほとんどあんまりないと。で僕なんかも言ったんだけども、最後の方で電車とかが途中してくる時の CG がやけに安っぽいと、これなんでっていうふうなことでちゃんとこの中で庵野が答えてて、それも面白いんだけどさ、いやこれもねファクトじゃないんだよオピニオンなんだけども、なんで日本人やイギリス人がこんなに特撮が好きなのかというと、可愛いからであると。じゃあなんで可愛いことが必要であるのかというと、サンダーバードは事故を描いてる。で怪獣映画はやっぱ怪獣という災害を描いて、その中でいっぱい人が死んでビルが破壊されることを描いてると。こういう災害とかビルが破壊されるとか人が死ぬっていうのは実は辛い映像だと。でこういう辛い映像を僕らワクワクして見たい、ワクワクして見るための装置として可愛い特撮っていうのがあるのではないか。このね特撮論っていうのは俺知ってる限りこれまで誰も語ってないんだよね。庵野秀明のオリジナル特撮論なんだよ。なぜ特撮が必要なのかというと、例えばそれは何だろう、現実そのものを認識した何だろうな、ホラー映画みたいなもんだよね。なんでゾンビ映画なのかと。そんなゾンビみたいな極端なことをやらなくても十分現実のニュース映像とかで残酷な絵っていっぱいある、ね、残酷な写真、残酷なフィルムっていうのいっぱいある、ね、でも僕らあれから目を背けてホラー映画見れる人でも残酷なニュース映像見れない人っていっぱいいるじゃん。あれなんだっていうふうに庵野秀明は特撮の本質っていうのをガッと捉えてるんだよ。なので今回のゴジラはそういう特撮の可愛さっていうのは避けたい、そういうもんではなくて俺が見てるものをお前らに見せるというようなニュアンスで作ってるので、特撮じゃなくて CG のリアリティが必要だったので、もうほぼ特撮っていうのがあまり使えない状態になっていったっていうのが書いてあって、それも面白かったよ。あとね、なんだろうな、まあ、プリビジのことがねなんかすごく多くて、俺そこからあの付箋をいっぱい貼ってたんだけども、ということでシン・ゴジラをなんだろうな、語りたい人っていうのかな、語るって言ったら相手がいるみたいな風に捉えちゃうんだけども、脳内で何度も考え直したい人にはこの1万円の本っていうのは The Art of Shin Godzilla 安いと思うよ。で Amazon とかではまあ売り切れになっちゃってるんだけど、俺あの本屋さんにね片っ端から電話したらね結構残ってるよ僕それあの手に入れたから。近所の本屋さんにやっぱりね入荷してね余ってる場合が多いからね、これはあのほっといても多分再販されない、多分原価がね村上隆の本とかと同じようにね、これからもう一回作り直したら1万円以上かかっちゃうタイプの本だと思うんで、片っ端から電話してあれ1週間ぐらい置いといてくれるからさ、取りに行くのがいいと思います。
ゴジラは特撮面やドラマ面でそれまでのシリーズと一線を画した手法が取られ賛否を呼んでいましたが、改めてそれを行った理由を聞いて見直してみるとまた見方が変わってくるのではないでしょうか。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。